はい、今回はね、新ホロ酔いということでね、パピクルソワーですね。では、感じですか、飲んでみたいと思います。お酒ですね。うん、確かに。これってよくヨーグルトじゃないや、乳酸菌が入ってるね、ものになるんですが、確かにあの味がしますね。うん、ピクルスの味がします。でそれがちゃんとにそこにお酒を加わってるなって感じで、これはなかなかいいですね。うん、結構なほろ酔い感じで、そんなに強めのお酒ではないんですが、アルコールが 3% 入ってますけども、まあなかなかのほろ酔いの味で、結構な、うん、ピクルスの味にシュワーっとした、うん、炭酸にお酒がいいですね。まあお酒が入ってるんだけど、どっちかというとこれカクテルっていう感じですかね。まあ私はまだお酒というものはあまり飲まないんですが、まあなかなかこのカクテルのお酒は程よい感じでいいですね。これでだいたい100円ちょっとぐらいですかね、で買えるので、まあ、値段的にはちょうど良い、お値段ではないかなと思いますね。まあ、お安い値段だし、まあ、結構 3% ぐらいなので、今はね、こういうコロナの時期だから外で、お酒を飲んだりということはできないですけども、まあ、家でちょっと出る前にお酒飲んで寝るっていうのはこれはいいんじゃないかなと思いますね。私もちょっと夜中にね、寝られなくなってしまう時があるんで、まあ、そういう時にお酒を飲んで寝ればいいなと思ってね、飲んでましたけども、この 3% ぐらいの、うん、ものがいいかもしれない。まあ中にはね、これだけでお酒じゃもう足りねえっつって、もっと度数の多いお酒を好む方もいらっしゃるんですけど、私はどっちかというとあんまりお酒は飲めない方なので、まあ 3% ぐらいのものがちょうどいいかなという感じです。なのでちょっとだんだんこう熱いっていうのがね、お酒ですからこう伝わってくるんですが、シワシワってしてる感じで、ある意味こういうカクテルってのはお酒っていうのはちょっとある意味思えない、どっちかというとジュースみたいな感じなんですね、これはね。だそういうところがまた面白いところだなと、そしていいところだなっていうところです。どうもありがとうございます。